去年の実は夏に一回僕らセッションしたじゃないですか。やったよね。新しいプロジェクトで。あれが最後なんで、多分7、あれ7月とかじゃなかったでした。そうか。じゃあ1年近いね、もうね。そうですね。1年ぐらい経ってるような。なんかそんな人ばっかりだな、最近。いつから会ってないっけ？ですね。去年会った人がもうほとんどいないぐらい。まあまあ、そうですよね。同じくです。どうでした？結構大変でしょ？今も大変でしょ？まあ、そうですね。まあ、でも、音楽毎日作っているっていうこと、生活自体はあんまり変わってなくて、まあ、当然、移動してどっかになんかパフォーマンスしに行くみたいなことがほぼなくなっちゃったんで、僕の場合は。そうですね。なんか、リモートで DJ やったりみたいな機会もあるんですけど。あ、見てた。まあ、でもなんか、なんかこう、もうちょっとフィジカルなものもちょっと増えてこないと、まあなんか音楽家っていう感じが。でも、ゴードさんやられてますよね、ライブとかは。秋に葉加瀬太郎さんのツアーやって、それはもう奇跡的にできたぐらいな感じだけど、でもそれ以外は、去年なんかもう始まっ、ね、コロナのあれが始まって、そうだな、9月ぐらいまでは、まあちょこっとレコーディングの仕事とかぐらいで、今年も同じような感じで、今のとこまだなんかそうですか。そんなに大きな仕事とかやってなくて。でも逆に自分の生まれ故郷の綾部に蔵を改造して、そうですよね。スタジオ作って、でそれがコロナとか何もなってない頃に、なんかだんだんその田舎暮らしとかも含めて、京都がいいなと思って引っ越したりとか、東京に住んでたけど引っ越したりしてる中で、あ、そうか、蔵って壁分厚いし、あとその湿気とか温度も考えたら、そんなになんかこう、むちゃくちゃな養生しなくても、スタジオになるじゃんって思って、近所迷惑にもね、ならないし。っていうことを漠然と考えてる中でコロナ始まったから、これはやれっちゅうことやなと思って、でそこからずっと始めて、でもう暇だからスタジオの勉強をし始めて、でまあ、もともとロンドンでもスタジオ持ってたそうでから、すね。いろんなこう床はどうしようとか、でもやっぱりマウスはマイクだなとか、イーベでマイクとか。で、そんなことやってるうちに蔵もできちゃって、でスタジオでやってるから、そのなんかこう暇でしょうがないとか寂しいとかっていうのは割と逆になくって、でそれこそリモートの仕事とかでレコーディングのデータでドラムのデータ送ったりとかしてたから、むしろその蔵のスタジオがすごくいい充実したスタジオになってきて、ぜひ遊びに来てほ僕もしいそんなし。話してますもんね。今やもうここにいても iPhone で遠隔操作でちょっとしたミックスぐらいだったらできあ、て、そうですか。へえ、すごい。どういうこちょっとでとすか？ボーカルなくし、な、なしのインスト欲しいとか言われたら、そのコンピューターを立ち上げて、で他の機材も全部Wi-Fi で電源オンとかにして、で、こっちで、いわゆる画面共有して。ああ、そういうことですね。Mac の画面共有でやるってことですね。で、もう一段コンピューターで、その、インターフェースから、ズームでつないで、まあ、めちゃいい音ではないけど、大体、まあ、聞けると。聞けって。まあ、そんなに細かいことまでできないけど、ちょっとしたことだったらなるほね、どね。たまにあるでしょ？また戻んの？みたいな。わかります。そう、なんかそんなとこまで、でも電源も照明も全部オートマになっちゃうっていう。素晴らしそう、そんなことやってました。大沢君どんなことやってた？僕もまあでもやっぱり何でしょうね、自分の、いつも来てもらってるスタジオと、まあ、別に自分の自宅の方にもなんかできるスペースをなんかどこでも音楽作るようにしましたね。やっぱそうだよね。なんかその自分の自宅にあったスケッチの部屋と、それとは別になんかゲスト用の部屋、まあテレビ見る部屋があるんですけど、その部屋にちっちゃいまた設備を置いたりとかして、まあ、あっちでライブなんか作ってたらこっちで作るとか、なんかどこでもスケッチできるような、僕ラップトップでやるのが苦手なんで、まあ、全部デスクトップというか、いわゆる iMac みたいなやつなんですけど、なんかそういうのどこでもスケッチできるようには今してますね。なんか、いろんなとこでいろんなこと思いついたりとか、なんかその、例えばスタジオで全部揃ってるからできることと、全部揃ってるからできないこともあるじゃないですか。
そう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 、限られた環境だから思いつくようなアイデアとかもあるんで、なんかちょっと場所変えてやったりとか、そうだね、やるようになりましたね。あ、じゃあラップトップ、じゃああれだから車でやったりはしないの？車ではやらないですね、はい、でも結構その音楽、楽器材を使わずに音楽を作るっていうのもやってますね。あ、使っちゃうと音にするとそのもうなんか出る音にもう限定されるのが嫌で、もうなんかこう鼻歌だけでベースライン取ってコードはこんな感じって説明する、自分でこう録音したりとか、そういうのもやってます。ラフなんかスケッチボイスメモ的なね、意外とそういうものが実際の曲になっていたりとかするんで、そういうのには車の中で出てくるよね。はい、車が多い、近所迷惑でもなんないしね、わーとか歌っててもね。いや、そうなんだよ。僕も車の中で、その最近東京で何かあるにしてもやっぱ車で移動するようになって、はい、でこれまで聴いてなかったアルバム聴いたりとか、はい、でそういうボイスメモ的なことやったりとかして、自分の時間がすごいこう増えて、それはそれで良かったな。そうですね。だからあの当然あのこの状況自体はあんまり、あの、あんまりで全然歓迎できないんですけど、まあちょっと副産物に関しては面白いことがいろいろ起きてますね。確かにね、はい、なんか考えさせられるいい意味で、そうですね、っていうこともあったし、まあでもなんかその車の中でそのまあこの話になってくるけど、10代とか、その多感なというか目覚めた頃というのかな、音楽に、そういうのの練習とかもいろいろ出てたりして、はい、そうですね、それを結構車の中で、なんだろう、その子供の頃の聞いてた環境とはまた違うから、また新しい発見があったりとか、そうですね、リマスターされたりとかね、いろいろありますもんね。そうそうそう、この間あのやっぱりビートルズは通ってる方なんで、大好きな方なんで、この間アビーロードのアルバムの、はい、あのマルチトラックシリーズっていうのが CD5 枚組、 DVD かで5枚組が出て、ベースだけとか、あ、そんなんあるんですか。そうなの、ドラムだけとか、ボーカルアカペラとか。それってそういうことですよね。あの使い放題ではないですね、当然ね。ああ、使い放題でもないし、はい、これは公式に出てるのかどうかもわからないんだけど。なるほど、はい、うん、でもやっぱりその例えばね、あのアビロードで「サムシング」とか「カム・トゥ・ゲザー」とか聞くと、もう明らかにそのミックスとはまた違って、あ、こんな音してたんだぐらい、ドラムの音とかもそのクラスタジオで今、まあ、ビートルズのね、リンゴスターの音みたいなのをこうあの考えてマイク買ったりとかもしてるけど、はい、あ、やっぱこうだよねっていう、いろんなことを思い知らされたりするんだけど、そう、だからカムズギャザーとかも本当にあのもうディレイみたいなのともうセットになって覚えてますもんね。そう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 、みたいなね、あれがなくなった時にどんな音かって確かに想像あんまりしたことないですね、それを聞いて思うんだけど、はい、その子供の頃にはその凄さとかあんまりわからないで単純に直感で聞いてたものって多いでしょ、はい、下手したらそのドラムとベースとギターの違いすらわからないぐらいの状態で聞いてる、はい、その頃は何が一番すごいこう自分の中で衝撃的な出会いとか、例えば、まあ、でも僕がそのいわゆる普通の何でしょう、子供、小学生とか中学生が聞くよう、聞くものってやっぱテレビのから流れてくる音楽がほぼ全てじゃないですか、その僕らの世代だと。そうね、で、そこから自分で意識を持って何かレコード買おうとかって思ったのって YMO が最初なんですね。なんで、まあ、明らかにその今まで僕が、もう僕その当時、テレビからのヒットチャート番組がから聞こえてたものと違う音がしたんで、これ一体何の音っていうところ入ってるんで、なんかその音楽そのものよりも多分その音とかイメージでしょうね。なんかこう未来の音楽みたいなイメージでこう、まあそれもやっぱテレビだったんですけど、テレビの CM かなんかで流れてきた時に憧れというか、なんかそうですね、なんかもう衝撃的でしたね、はい、なるほどね、僕の場合は YMO はもうちょっとそういう意味では後になるのかな。僕だとその当時もフォーク全盛だし、はい、結構あの田舎のその綾部なんていうのは岡林信康さんが住んでたりとかしてて、
でそういうヒッピー流れみたいな風潮があったから、うんはい、そういう音楽をそういううち飲食店やったから、はい、そういう先輩たちがこう持ってくる音楽とかをよく聞いて、うんうんうん、その中ビートルズがあったりとか、うんうん、あと親父が割と好きだったっていうのもあるけど、だからそういうちょっとこうフォークとかいわゆるピースなロックフラワーパワーみたいな、なんかそんな感じのものがむしろそのまだ髪の毛が長い男性とかジーパンの上下着てる人とかもそんな田舎では見かけないから、その YMO 的な衝撃度で言うと同じぐらいだったのかもしれないね。なんだこの人らみたいな、しかもなんかロンドンブーツみたいなの履いてさ、このラッパブーツ履いてちょっといいなんていうの、外国というか異星人というかなんていうか、うんはい、確かにそう言われれば、僕が小学生多分その頃だと、そうですね、うん、お姉ちゃんの友達とかでも一、うんうん、人か二人ぐらいしかいませんでしたね、そういうこういうなんかいわゆるヒッピーみたいな、うんうん、そうだよね、いうか、はい、うん、だお姉さんがいたから、はい、そういう意味ではその音楽もちょっとそうなんです、同級生たちよりもはい、ちょっとマセタも聞いてましたね、姉と兄がいたんで、うん、はい、でそこが 5年離れてるんで、こう、あ、じゃあ結構そうなんですよ、はい、うん、結構なその大人びたものからそのちょっとこう近いものまで、うんうん、家の中で結構まあ音楽好きな一家ではあったんで、うん、はい、聞いてましたね、あ、羨ましい、それは羨ましいですね、うん、結構友達とかと話してるとやっぱお兄ちゃんお姉さんがいた、そうですね、なんか意外とそこの影響は大きかったかもしれません、うんうんうん、僕はその飲食店やってたからそこに来るお客さんが、うん、まあ、お兄さんお姉さん的な感じでいろいろ教えてくれて、なるほどね、なんかそのヘッドホンつけて衝撃みたいなのが僕の中ではやっぱあって、うん、まあ、ビートルズのレッド・イット・ビーとか、はい、あとは俺全然英語ができなくて、うん、中学校1年生の中間テストとか0点ぐらいだったんだけど、うん、This is a pen とかそんなね、はいはいはい、ピコ太郎の世界だけど、はいはい、全然ダメで、うん、でそれでお店に来てる人が家庭教師みたいなことをな親がつけて、でその人はもう髪の毛長くてそういう感じの人だ、でちょうどクイーンのファーストが出た時だったから、うん、これちょっと聞いてみっつって、うん、カセットでもうガバッてこう入れられて、うん、でチョコ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 チョワーンつって、うん、ドラムの音とかもあんまりああいうのなかったしで、うん、そういう衝撃だったの覚えてる、うんうん、YMO 以外とか、そうですね、僕はYMO からその YMO 周辺のものを聞き出すようになって、これは明らかにこうテレビで鳴ってる音楽と違うなって、これ自分なりに音楽が好きになっていく過程でそのこう系統を立てようとするんですよ、こういうもの、こういう音楽と、その自分が今まで聴いてきた歌謡曲と呼ばれるようなそのテレビで鳴ってる音楽との接点とかって何やろって考えた時に、うんうん、その接点って僕にとって沢田研二なんですよ。お、はい、沢田研二のやってることって歌謡曲と YMO の間にあるなとか思って、ちょっとおしゃれな感じもあって、そうですね、なんかちょっとこうテクノの匂いがしたり、まあ、化粧したりとか、ね、はい、でいろんな、まあ、交流もあったりとかして、そこからどん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 、まあ、自分で聞くよう広が、聞くものが広がっていくんですけど、うんうん、まあでもその YMO 今でこそその影響を受けた人すごい多かったんですけど、うんうん、出てきた当初って僕の世代よりも上の人の方が好きだったんで、僕の世代っていうとなんでそんな変な音楽聞くの、中学ちょっとマニアックな、そうなんですよ、なカテゴリーだった、マニアックなカテゴリーで、うんうん、そのなんかサザンがデビューした頃でもあったんで、もうみんなもサザン一色なんですね、うんうん、でこう文化祭でなんかみんなでやろうよってなっても、なオフコースやろう、サザンオールスターズやろうとか、いや俺は YMO やりたいな、菜箸でこう机を叩くみたいなのだったんですけど、なんかそうですね、そこからその自分の好みがちょっと他の周りの友達とはちょっと違うっていうことに気がついて、で家にある楽器ってさっきも言ったように菜箸か親父の持ってたガットギターぐらいしかないんで、ガットギターを持ち出して、
なんかそのフレーズを自分で弾いたりとか、なんかそうやっていくうちに、そのお姉ちゃんのその当時付き合ってた彼氏が、あのレコード店の、まあ、店長みたいなことやっていて。ああ、それまた。そうなんですよ、うんうんうん、はい。で、そこにも足しげく通うようになって、その YMO からギター始めたってことになって、そのギター上手くなるにはどうしたらいいのって話をしたら、まあ、その時ジャズ専門だったんで、ジャズ聴けと、まあ、わけのわからんこと言ってんと。って言って、そのチャーリーパーカーかなんかのレコードを貸してくれて、ギター練習しろって言いつつ、チャーリーパーカーのレコードを、まあ、ハードマップじゃないですか。ドナリーとかコピーしたの。そう、そのコピーっていうかもう、どこがどんな音かっていうのを、でやってるうちになんとなく弦楽器にこう、親しむようになったというか、だから楽譜も読まないし、読めないし、楽器の構成も全然違うけど、なんかこう、音を拾って、自分で再現するみたいなところの原点そこなんですよ。はい、でその自分で弾けるものをひたすら探して、うん、なんかフュージョンやったりとか、うん、いろんなことをやっていく中で、うん、そのお姉ちゃん、まあこれまたお姉ちゃんなんですけど、の同級生、うん、まあ5歳上ですよね、うんうん、の、まあ、不良が街でこう僕に絡んできて、うんまあ、ギターやってるって言ってるから、あのベースも弾けると思うからスタジオ来いって言って行ったら、もうドニューウェーブのバンドね。えげつないんですよ。ドラムがいなくって、リズムマシン とサックスと、サックスももう本当リードぐらいの感じのピーピーって言ってるな、あれと、線路のレールを切り取ったやつを叩きながら、あの歌うっていうあのスタイルなんですよ。あとシーケンサーがあって。シーケンサー？コルグのシーケンサーがあったんですよ。ああ、いわゆるシンセの音がピコピコ鳴るような感じ、それと、なんか、606のドラム、ドラムマシンと、で、僕はなんか、ベース、アンプでベース弾かされてっていう、そこがもう僕のこうニューウェーブとの出会いで、ニューウェーブのレコード聴く前にそのリハーサルに行ったんで、何のことか分かんないんですけど、ちょっとなんか YMO の匂いするんで、うん、まあ、多分ね、そこは、ダフに一番影響を受けてたと思うんですよ、そのプロジェクト自体は。ああ、はい、そうなんだ、はい。で、なんかそっから。もう、あの、関西系ね、あの辺の京都とか大阪とかって、マニアックなニューウェーブの人たち。そうなんですよ。あの当時、だから、多かったんですね、70年後半、80年代頭とか、はい、うん。で、まあそこからニューウェーブにこうどっぷりつっかかるようになって、もうその、まあ当然そのイギリスのものも、ニューヨークのノーウェーブとかも聞くようになったりとかして、あ、なんか俺の探してたものってこれかもしれないと勘違いし始めて、そっからもう洋楽に行ったんですね。そのいわゆるその先輩たちというか、そのバンド仲間たちの影響ってやっぱすごかったんだよね、はい、めちゃくちゃ強かったですね。だからもうそこはもうなんかもう音楽のことだけじゃなくて、ニューウェーブという生き方とはみたいなことが説かれるんですよ。ニューウェーブたるもの、映画はこれを見るべしとか、うん、本はこれを見るべしとか、まあまあそうやね、はい、特にニューウェーブの人たちって割とそういう感じだったかも、ね、ポストパンクニューウェーブだったんで、だからその、うんうん、同じようにこのなんかなんでしょうね、ニューウェーブっぽい感じの人でも、あれは単なるファッションやから、 DC ブランドの中でもこれはニューウェーブで、これはニューウェーブじゃないとか、うん、あんなブランドの服着るなとか、古着を着ててもお前はニューウェーブの精神を忘れるなとか、なんかすごいもうちょっと宗教に近いような、うん、まあね、影響を受けましたね。精神論的なものを含めて、はい、いやー、なんか、え、あの映画まだ見てへんのかお前みたいな、もう人じゃないぐらいの勢いでね、はい、めっちゃ勧められるもんね。ありましたね。でもそれはなんかでもやっぱそのニューウェーブで良かったことは、そのニューウェーブっていうこと自体がこう誰かと違うことが、もうそのもう誰かの意見と違う意見を持ってるってこと自体がもう一つの価値観みたいな風に扱われたんで、そうね、とりあえず破壊するというか、はい、あの固定概念を壊すのがニューウェーブみたいなイメージですね。だからジャンル音楽の系統で言われてもちょっと説明できないじゃないですか、うん、ニューウェーブってどんな音楽って人によって全然違うんで、で、まあ、僕らの一派というとおかしいですけど、じゃ例えばトンプソンツインゴがニューウェーブかと言われても、俺は、いや、違うとか、あるじゃないですか。なんかそういうことも含めて、なんか自由度が高かったってすごい僕にとっては、なんかすごい、なんかこう、今思えば、あ、ニューウェーブでよかったなって影響を受けたものは、そうね、思いますね。はい。
あの当時のなんかだからその何でもある意味逆に受け入れて壊すみたいなとこあるから、ヒップホップにも近いっていうか、そうですね、なんか僕にとってすっごい続いてるんですよ、ヒップホップとニューウェーブが。わかる、うん、はい、で結局僕も東京来てメロンね、トシちゃんと一緒にやり始めて、その辺もあの人らプラスチックスからの、はい、もうヒップホップになっていく感じがあるから、同じようにその例えばえこれ見たことないの、この服知らない、はい、この人知らないみたいなことで、うん、まあ僕にとってのなんかもう学校みたいな状況で、てかなんか特にそうですよね、でも横見るとバスケ屋がいるとか言って、えあこの人バスケ屋動いてる本物やとか、 なんかそんな感じだと思うね。ですよね。だからなんかその壊すのが快感になるともうやめられないというか、うん、そうですね、